皆さんこんにちは。これから世界の皆さんに日本のことをたくさん紹介します。インドから来たアリャン君、今年の4月から日本の小学校に通い始めることになりました。初めての日本での学校生活にドキドキワクワク。はじめまして、アリャンです。アリャン君のように初めて日本の学校に行く皆さんに、この動画を通して日本での小学校生活をご紹介します。アリャン君、準備はいいかな？はーい。前回の続きです。クラスのお友達がアリャン君に話しかけてきました。おはよう。アリャン君、どうする？おはよう。そうです。笑顔で挨拶を返しましょう。日本の学校では、このチャイムの音で授業の始まりや終わりを伝えます。チャイムが鳴ったら、子どもたちは席に座ります。日本の小学校は35人学級です。子どもたちが全員席に座ったら、その日の日直が大きな声でみんなに声をかけます。日直とは、その日に決められたその教室のリーダーのことです。毎日クラスの誰かが順番で日直になります。起立、気をつけ、礼、着席と言います。その合図にみんな立ち上がり、姿勢を正します。先生に向かって礼をして座ります。起立、気をつけ、礼、着席。これは授業の始まりと終わりにやります。生徒たちが大きな声を出すことで、自分の中にある力を引き出します。また、先生と生徒、お互いに頑張りましょうと励まし合い、頑張ったねと褒め合うという意味で、挨拶は大切にしています。今日からこのクラスに、インドから新しいお友達がやってきました。アリャン君です。さあ、自分で自己紹介できるかな？はじめまして、僕の名前はアリャンです。初めて会う人に挨拶をするときは、はじめましてと言います。その後に自分の名前を言います。僕のは男の子が言います。私のは女の子が言います。僕の名前はアリャンです。私の名前は京子です。その後、どこから来たのか、自分の住んでいた国を言いましょう。僕は〇〇から来ました。僕はインドから来ました。インド？最後に、よろしくお願いしますと言いましょう。よろしくお願いします。これから仲間になるみんなに仲良くしてくださいという挨拶です。他にも自己紹介ではいろいろなことを話します。例えば、自分の得意なことや好きなことをみんなに伝えましょう。僕は走るのが速いです。や、僕はサッカーが好きです」と言うと、同じスポーツの好きな子たちやアリャンくんのことをもっと知りたい子たちが集まってきます。では今度は相手に聞く場合も覚えましょう。名前を聞くときは「お名前は何ですか?」「佐々木啓太です」もう一つ質問してみましょう。好きなことは何ですか?これは相手の好きなことを聞く聞き方です。ゲームをすること、ドッジボールをすることなど、お互いの好きなことを聞き合って話すことで仲良くなるチャンスです。教室の席は席替えによって決まります。決め方はくじで決めたり、先生が決めたりします。席替えはクラスの中の生徒たちが一人とだけでなく、いろいろなお友達を作れるようにたびたび席を変えて、たくさんの生徒と仲良くなれるようにします。アリャンくんも席が決まったかな?どうやらとてもかわいい女の子が隣でもじもじしています。よろしくね。私は佐藤ゆかです。アリャンです。よろしくお願いします。授業が始まる前に出席を取ります。先生が教室に来ている生徒の名前を呼びます。阿部くん。はい。有田さん。はい。アリャンくん。アリャンくん?先生が名前を呼んでいますよ。あ、はい。先生に呼ばれたら元気よく返事をしましょう。返事がない場合、先生はその生徒がお休みだと思います。学校を休む場合は必ずお家の人から学校に電話をして伝えてもらいましょう。また、連絡帳に「休みます」と書いて、家の近くに住むお友達に持って行ってもらいます。そうすると、学校の先生は連絡帳を見て、今日、アリャンくんが休むことがわかります。先生は、学校で配るプリントなどと一緒に、連絡帳をそのお友達に渡して、アリャンくんの家に持って行ってもらいます。今日のお休みは一人もいませんでした。みんな元気に学校に通えるのが一番ですね。さあ、授業を始めましょう。